さて今回も一緒に飛んでるつもりで海の上を観察してみましょうと言いたいところですが、先週から2週間も経ってないのに同じ時刻に来たら真っ暗です。でも月夜が綺麗かも。夜が明けました、飛びましょう。よし、それでは夜明け直後の海を離陸です。今日は曇りなので太陽がまだ出ていません。離陸。見えるかな。まあでも開けたばかりの海を疾走してみようかな。天の声です。すいません、無言で本人が浸っちゃってるからです。というわけで水面ギリギリを飛んでいるわけですが、なかなかスナメリは見つかりません。で、例のごとく少し上に上がって見てみることにします。お、早速いたのかな。ビニール、天の声です。まだまだこんなこともあります。先へ行ってみましょう。あ、大判が来ています。冬の鳥だったんですね。こう見えてあのヤンバルクイナの親戚なんですよ。あ、アミも来ています。久しぶりに見るとなんだか可愛いですね。ウミネコが魚を捕っていますよ。ということはどこかにスナメリもいました。スナメリが上に押し上げた小魚を取ろうとウミネコも必死です。あれ、鳥さんたちは違う方向へ行ってしまいました。魚がもういないんでしょうか。何やってんだ。食べるわけでもなく今度は遊び始めました。相手はダツの子供のようです。そういえば夏にもこんな光景を見たことがあるようなないような。よく見ているとダツも逃げるわけではないんです。ポンと跳ねてまた鼻先に戻ってきているのがわかります。ちょっとだけ相手をバカにしてるようですね。ひょっとしたらですが、ダツも若い頃はスナメリと鬼ごっこをして遊んでいるのかもしれませんね。まだまだわからないことばかりの海の中の生き物たち、ワクワクがいっぱいです。しかし朝から海上でこんな光景を眺められるとは、なんて幸せなんでしょうね。こちらでは鳥と大きな魚が小魚を取り合うナブラが立っています。一体何が何を食べているんでしょう。もう少し上からの透視度が高ければわかるんですが、ひょっとしたらこんなのが食べているのかもしれませんね。だいぶ日も高くなりました。よし飛ぼう。もう完全に冬だね。離陸。離陸。ホームポイントが更新されました。今日も親子のスナメリが元気に泳いでいます。赤ちゃんは随分大きくなりましたね。こちらのお母さん、あれ、ちょっとお腹が大きいような気がしませんか。今年の赤ちゃんがいるにもかかわらずまた妊娠をしているようです。いやー、まあまあ大変ですね。コンドロ2頭は仲の良いカップルのようで、実はオス同士。
オス同士のスキンシップなんです。で、先週分かりましたが、どちらかがヨシオでどちらかがカズオ、もう何年も前からの知り合いです。ドローンを見つけると奮起をかけるのが、これがヨシオです。かけられる前に逃げちゃいましょう。絶対ウミガメだと思ったのに。天の声です。こんなのしょっちゅう。気持ちはよくわかります。だって昨年同じここでこんなの見たんですもんね。さて、目の前の海に戻りましょう。スナメリがいましたよ。ん？なんかちょっとおかしいですね。今年生まれの赤ちゃんと同じぐらいの大きさですが、よく見ると首の後ろがまだくびれています。まるで生まれたばかりのようですね。ひょっとしたらなかなか生まれ出ることができなくて、最近ようやく出てきたのかもしれません。こんな可愛いスナメリのことでさえまだほとんど分かっていないんです。体表をよく見てみようと、進行方向に沿って水面ギリギリまで降りてみることにしました。真剣なんですが、スナメリに気を取られすぎて、なんと着水。足が濡れてしまいました。その間にスナメリはもう前方へ、と思いきや待っててくれたようです。おかげで素晴らしい接近観察ができました。少し拡大すると脱皮中の皮膚感まで伝わってきます。可愛い目をしていますね。ん？背中の真ん中、まるで基板のような。スナメリも肩こりするんでしょうか。脱皮を促そうとして海底の丸いものにぶつかったのかもしれませんね。あるいは僕の知らない丸い寄生虫がついているのかもしれません。まだまだ謎の多いスナメリと海の中、ずっと観察していたいですが、ちょっと疲れてきちゃったので今日はこのぐらいにしたいと思います。ではまた次回。